諸橋進6は、日本の実業家、サッカー選手。東京府北豊島郡出身。三菱商事株式会社元特別顧問、相談役、代表取締役会長、代表取締役社長。組一等随法賞受賞名誉大英帝国勲章受賞増受三味。 東京府北都島郡高田町で5人兄弟の3、男として生まれた。父は後に大漢和辞典の編者となる、諸橋哲次母、金は、おじや千じの商家の出身であり、詩人の西脇純三郎は、母のいとこであった。自宅の近くに、菊池博氏の居宅があり、幼少期は、菊池の息子の英樹とよく遊んでいた。 東京高等師範学校付属小学校では、鶴見俊介や中井秀夫などが同級生であった。東京高等師範学校付属中学校の3年生より、サッカーをはじめ、4年生でレギュラーとなり、5年生で首相を務め、1940年に中学を卒業した。中学卒業後は、旧成高等学校を受験したが、1940年、 および1941年と2年連続で受験に失敗して浪人生活を送った。浪人時代の友人に情景の仲井がいた。1942年も旧正高等学校の受験に失敗したものの上智大学経済学部経済学科に合格して同大学に進学した。なお、後に文部大臣を務めた永井道夫が同学年にあたる。 大学時代は、サッカー部に所属し、東京都大学サッカーリーグでプレーした。1943年11月、太平洋戦争に伴って変役につき、同年12月より、福島県、宮城県で訓練を受けた。1944年12月に、見習い士官となり、1945年8月の終戦を、兵庫県加古川で迎え、 同年10月に東京の自宅へ戻った。終戦後は上智大学に復学して1947年に卒業したが、同期入学120名のうちで卒業したのは28名であった。大学卒業後の1947年に三菱商事へ入社したが、後に諸橋は父の口添えがあったのではないかと語っている。入社後は、 同社サッカー部に所属し、1947年には、カモケンラと共に開催された、関東実業団サッカー大会の優勝メンバーに名を連ねた。1958年にマニラに赴任。一度東京に戻った後、1964年より、ロンドンに赴任した。なお、ロンドン駐在時に、元日本代表で、三菱家政社長であった。 篠島秀夫の協力を得て、三菱ダイヤモンドサッカーの番組開始に尽力した。その後は、マニラ支店長及び、ロンドン支店長、欧州三菱商事の副社長を務めた。1980年6月に、三菱商事の取締役兼ロンドン支店長、1983年6月に、常務取締役、1985年6月に、副社長を歴任。 1986年11月、社長の近藤武雄が就任後5ヶ月で死去したのに、伴い、社長に就任した。1992年6月に社長を退任して、取締役会長に就任。1998年4月1日より、相談役、2004年より特別顧問をそれぞれ務めた。また、2001年には、君一等随法賞を受賞し、 同年中に日本サッカー協会の4級審判のライセンスを取得した。2013年6月23日、心不全の試し去。2014年8月、日本サッカー殿堂に特別選考により選出された。ありがとうございます。